ドイツの FC ケルンから、来ました長澤和樹です。自己紹介ストロングポイント攻撃の、中盤の前面をやらせてもらってます。ゴールに直結するプレーが持ち味なのでぜひそれをこう試合で、出せるように頑張ります。そうですね、すごいサポーターの方の熱い思いも伝わってきましたし、まあ、選手たち自身が、まあ、新加入が19人いてそれぞれのこういろんなこう意見が、まあ、同じ会場にいて聞けたのですごく良かったなと思います。チームの選手たち自体、初めてで練習なんかでもまだ名前と顔が一致しないところとかも最初の方はあったんですけど、みんな徐々にこう名前を覚えていったり、いろんなこう話をしたりして仲良くなって、仲良くなってというかこうチームのこう輪がどんどん広がっていって、で、選手たち自身も みんなすごいこうパーソナリティが、いい選手たちばっかりなので、ここから、まあ、チームとしてどんどんもっともっとコミュニケーションを取ってサッカーの面で仕上げていければいいなと思います。はい、長澤和樹です、っていうところからでいいですかぜひ、スタジアムに足を運んで僕たちの、力になっていただければ、まあ、チーム一丸となって今年こそ昇格という目標に向かって一生懸命やっていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。